偏った正義は危険だ。ウルトラマン信仰を殺すこと、それは厄災となったウルトラマン、つまり君を抹殺することだ。 私はメフィスト、ウルトラマンの排除を望む者。父さん、新次郎と話したことがある。ウルトラマンが呪いだということ。どうして？敵は新次郎君の奥底に宿り、本当の力を引き出そうとしている。俺は君の中から本物の光の巨人が生まれ出ようとしている。怖いんだよ、自分が。自分でなくなっていく。お前の体はもうそこまで地球人が好きになってしまったのか。君は誰かを助けたいと言った。教えてくれ、本当の君を。あとは頼むぞ。俺はウルトラマンだ。